明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。新年一発目の静岡ですが、まあ、その前にチャンピオンズリーグどうだったのかなっていうのを聞きたくて来ました。どうでした？まず招待されたことがすごく選手として光栄な出来事だったなと思います。感想は今までナショナルチームでやってきて、周りのサポートスタッフだったり支えてくれる人がいる環境っていうのはすごくありがたい中で選手活動ができていたんだなっていうのをすごく実感しました。今回、まあ、サポートがほとんどつかないっていう話だったんですけど、やっぱり大変でした？大変でした。自分たちで飛行機の手配だったり宿のことだったり、オーガナイザーとのやり取りも全て英語でのメールのやり取りで、まあ、もちろん翻訳も使います。翻訳機能のアプリを使ったりとか、うん、いろいろ工夫しながらやったんですけど、やっぱりすごく苦労しました。どの辺が大変でした？一番大変だったのはやっぱりオーガナイザーとのやり取りで、大会のバスが何時だったりとか、飛行機何時に着くから何時に迎えに来てとか、まあ、そういう本当にいつもだったら当たり前のようにスタッフがやってくれていること、こういうこともしなくちゃいけなかったんだなとか、こういうこともやらなきゃいけなかったんだなっていうことを私たちは全然知らない中で、本当にレースだけに集中して活動できていたんだなっていうことをすごく身に染みました。まあ、その経験を踏まえて、まあ、実際レースとかどうでした？やっぱり正直言うと世界選手権よりもいいメンバーがいたんじゃないかっていうぐらいすごいメンバーが揃っている中で、でも自分も呼ばれているっていうことはっていうことを考えつつ、ここでしっかりできれば今後戦えるようになれるなっていうふうにすごく思いながらレースをしていたんですけど、まあ、もちろん全然ダメだなっていうことの方が多かったんですけど、すごく、オリンピックチャンピオンと世界チャンピオンがいる中でのレースでしっかり自力を出して1着を取れたっていう、私の中ではものすごく大きな収穫だったレースもあったので、他のレースも悪い中でもいいところっていうのもたくさんあって、チャンピオンズリーグに呼ばれただけで終わらせなかったんじゃないかなっていうふうには思ってます。どうですか、その経験は生かせそうですか？生かさないといけないなと思います。まあ、戻ってきて一発目のレースが静岡だと思うんですけど、その辺どうですか、今回にかける？チャンピオンズリーグ帰ってきてから帰国後隔離が2週間あって、そのまま1週間練習して、ちょっと今回ずっと前からコーチたちと相談していたレーシックっていう手術もして、その後の絶対安静期間っていうのもあったりとかして、すごく万全に練習を整えてこれたっていうことではないんですけど、やはり練習の地としている静岡県でのレースですし、しっかりオリンピックっていうものも多分静岡県の皆さんは自転車競技他の県の皆さんよりも興味を持ってくれたと思うので、そういった中で私が走ることはしっかり責任を持ってやらなきゃいけないんじゃないかなと思います。最後にですね、ファンの方々に新年のご挨拶も含めて一言お願いします。はい、新年明けましておめでとうございます。今年からパリオリンピックのポイント取りが始まるので、ガールズ競輪の参加が少なくなってくると思いますが、今年ガールズ競輪で一つでもタイトルが取れるようにと思っています。競技の方もガールズ競輪の方もしっかり頑張ります。応援よろしくお願いします。